なるほどジャパンだ、始まるよ。はい、こんにちは。なるほどジャパンだ、火曜日の4週目ですね。夜8時からスタートさせてもらいます。まず最初に、こちらのコロナ対策ということで、こちらの、このパネルもねちゃんと立ってますし、トレールというオゾンも出してるスタジオの中でやってますので、ご安心してご覧ください。で、今月からですね、第4週目は、先週も告知はさせてもらったんですけれども、こちらじゃないね、パンダでもわかるお金のレッスンということでね、まず皆さんを紹介していきたいと思うんですが、まず最初にね、今まで3週目を見てくださった方は、今まで3週目に出てきたんですけど、実はこっちが本業ということで、元機関投資家で現在は、個人投資家の群馬さんです。で、投資信託とかの銀行でファンドマネージャーをやってたんですけども、個人投資家の世界に興味が湧いて、今は独立して個人や法人向けにお金に関するアドバイスをしてらっしゃる方です。で、この格好見ても分かるように、とにかく群馬を愛し、なんで愛してるのか知らないんですよ、東京在住なんですけどね。じゃあちょっと一言、はい、はい、どうもこんばんは。はじめましての方は、はじめまして、群馬と申します。東京在住なんですけど、群馬大好きです。よろしくお願いします、はい、よろしくお願いします。そしてなんと、このパンダの番組でウサギが出てくるという、はい、イラウサさんです。はい、彼女は、独身 OL さんで、私の実は資産運用のお友達ということで、私はね既婚者ですけど、独身ということでね、いろんな角度からいろんなお金の話をできたらいいなと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。なんかアピールありますか？いえ、はい、OL をやっています。普段は OL をやってるんですけど、はい、今日はウサギでやってます。はい、はい、私も一緒にパンダさんと一緒にお金の勉強していきたいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。でね、ちょっと今日からお金の講座ということでね、皆さんね興味があるかと思いますが、どんなことをやるかということで、まずスライドを1枚、最初のスライドお願いします。はい、ね、ちゃんとパンダで作りました。パンダでもわかるお金のレッスン、バチ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 。はい、次お願いします。はい、抜けてないかな。はい、で、ですね、とりあえずではないですね、まず10回ぐらいこの先どんな感じで流れてやっていくかっていうことを、まず概要として、つらつらっと書かせていただきました。その時の状況によって多少は変わるかもしれないんですけど、これ読み上げなくてもいいですかね。あ、大丈夫じゃないですかね。はい、はい、またその都度お知らせしていきます。じゃあ次のスライドお願いします。そして最終的なゴールはどこに持っていく感じですかね。そうですね、もうゼロからの知識で、聞いてもらって、お金のことに、興味持ってもらうっていうところがやっぱり大事なんで、お金に興味持つことによってですね、はい、今って貨幣経済ですから、世の中の流れがですね、分かるようになるっていうところがまず一番やっぱり、興味持ってもらわないと、はい、っていうのはありますので、はいはい、でその上でですね、もっとお金を得るためにはどうすればいいかっていうことと、すごいみんな興味あるよね。そんな魔法な話じゃないですけどね。でも本当、そうなんですよね。なんか今情報がすごい多いじゃないですか。いろんな人がいろんなポジションでいろんなことをね言うので、その人その人の置かれてる環境で何がいいかっていうのはご自分で最終的に判断してくださればいいと思うんですけれども、まずは私はもう全然本当にお金のこととか全然知識がないんですけど、この群馬さんに知り合って何年目ですかね、何年か経っていろいろ教えてもらって、で私もイラウサちゃんも、それでいろんな資産運用をね、投資なんかも始めて、なかなか結果がね出てるんですよ。でそれはなんかね、身内でこう
やってるのももったいないなと思って、ぜひぜひあのパンダの仲間の人にはあのちょっとねシェアしたいなと思って、始めてみました。それでは早速今日は第1回目ということなので、概要ですかね、どんな感じの、まあ、お金って何っていうところからやっていきたいと思いますけど、まず1枚目のスライドお願いします。はい、パンダでもわかるお金のレッスン第1回目、はい、次お願いします。お金って何、うん、だいぶあれですよねだいぶあの下げてそこから説明してくれるのっていう感じですけどね、まあ漠然とはしてるんですけど、うんうんうん、まあ何気に大事なのかなと思ってて、うんうんうん、はい、まあ、逆にまあこの辺りの説明から始めていくとまあスッと入るのかなと思いました。うん、いやありがたいですよ、はい、あのね、本当にあのなんか主婦の方とかね、そういう方で、あの多分お金のことはご主人に任せてるみたいな人でも分かるような内容にしたいなと思ってるんで、まずそのね、ここにありますように物やサービスを買うとか売るとかいうので、私たちはお金を払ったりとかもらったりっていうことですよね。はい、物やサービスと交換するために使われているお金、うん、そうだね、まあ、うん、今、うん、てかもうお金がないと、うん、もうこの資本主義って生きていけないですよね、うん、そうですね、もう資本主義ってお金のやり取りで成り立ってる世界ですから、お金とかっていう話をすると、うん、何ですかね、日本人ってなんとなくこうあれなんかちょっと嫌な感じになっちゃったりとかねするんだけど、ね、私本当これね学校でやってほしかった、お金の勉強、うんうん、だって一番大事なのに学校で教えてくれないじゃないですか、はいはい、うんうん、だから大人になってからね、いざお金をってなった時に、うん、あれ何からやったらいいんだろうって、うん、やっぱり結構私もその群馬さんに会うまでは本当に何やっていいか分かんなくて、うん、なんか怪しい人がいっぱいいて、何かやりたいけどね、そうそうそう、何からもそう、ね、そうなんですよね、はい、じゃあ次のスライドお願いします。かな、はい、そうです、お願いします。まあ、さっきお金とは何かってことで、うん、まあ、あの物やサービスやり取りする手段ってことで、うん、まあ、誰でも体験は知ってるはずなんですけど、はい、で、お金をもっと、あの、お金がないとっていうやつですね。そうですね、あ、ごめんなさい、今、はい、あったのか、ごめんなさい、私が悪いんだね、はい、戻れますかね、はい、お金がないとですね、はい、今お話ししたとこですよね、ね、やっぱないとっていうのは、あの、まあ、生活に困るって、まあ、あの分かりやすいんですけど、精神的な余裕がなくなるっていうのはやっぱり大きいと思いますよね、あの、そうだね、心に対するダメージってすごく大きいので、はい、やっぱりその情報のなさって不安につながると思うので、お金の基礎力を身につけるってことが大事ってことですよね、はい、はい、そしたらすいません、次お願いします。はい、でお金をもっと得るためにっていうことで、はい、はい、じゃあこの3つ何ですか、読んで、はい、まず、お金を稼ぐ力、うん、お金を増やす力、うん、お金を借りる力、借りる力、うん、借りる力、上の2つはね、まあ、稼ぐとか増やすとかはね、みんな分かってると思うけど、借りる力、なんだろう、借りるってどういうことですか。まあ、お金借りるためにはですね、うん、まあ、例えばですよ、うん、まあきちんとしたところに勤めてて、うん、収入もちゃんとありますっていうような人が銀行に行って、うん、例えば、ね、家を買いたいとか、うん、あとはまあ不動産の投資をしたいとかっていう時に、うん、お金借りたいですって言ったら、うん、ああ、まあこの人だったら信用できるから、まあ貸してもいいかなっていう風になって、うん、逆に仕事にもついてなかったり、うん、まあとにかく何やってるかよくわかんない人に銀行ってお金貸さないじゃないですか、まあお金借りるってことは、まあそれだけあの選択肢が広がるっていうことなので、まあもちろん消費するためにお金借りるっていうこともまあできますし、まあそれがちょっとその浪費っていう形につながると良くないんですけど、まあ有効な形でお金借りるっていうような力があればですね、まあ例えば事業やってたりとかするとお金借りてあのお店を店舗を広げていったりとかっていうようなこともできるので、借りるっていうことにも
借りる能力がないと貸してもらえないってことですよね、はい、よくなんか借金も財産だみたいなこと言ってるけど、はいはいはい、そうか借りるにも資格がいるというか、はい、そうだよね貸してくれないんだもんね、あの、はい、そんなにあの、うん、そうそうそう何もそう何もない人にはね、ね借りれないもんね、だからそうかお家のローンを、うん買うあのと、うん、よくあの会社辞める前にあの、うん、家を買って会社辞める人いるけどそれとか、はい、そういうことはいはいはい、はい、そうですね、うん、そういうのもね、はい、ちょっと見落としがちかも、うんうん、じゃあ次のスライドお願いします。はい、お金を減らさないためには、はい、うん、それです。うん、はい、お金を減らさない、そうだよ、そうよ、うん、そう言ってくね減るね、はい、節約をする知恵、節約ね、うん、税金を少なくする知恵、うんうん、お金で人生転落しないための知恵お金で人生転落しない、まあ、増えるってことだけを考えるのは危険っていう、これはどういうことですかね、転落しないための知恵って、うん、そうですね、まあ、どっちかというとちょっとお金を急にたくさん持つようになってからの話だったりもするんですけど、これ聞いたことある、はい、例えばさ退職さ、うん、したばかりのおじいさんとかおばあさんが退職金をいきなり投資のなんかほらちゃん、ね、投資でなんかいきなりガツンといっぱいやっちゃってみたいな、会社とかに来るって言いますよね、はい、退職金が来たらこういうとこにしてこうやって回せばいいですよっていうのを OB みたいな人が来てなんか説明する会とかあるんで、ね、でも手数料がめっちゃ高いやつでしょ、なんか銀行員の人が勧めるやつってみたいな、退職金って銀行に振り込まれるじゃないですか、はいはいはい、ってことはですよ、銀行、ね、本人よりも銀行の方が早く情報、うん、あの入るんですよ、そうかそうか、はい、そうだよ、そうだ、はい、そうだ、まあ、もちろん本人はまあいつ振り込まれるっていう情報はあるにしても、うんうん、当然銀行も、うん、あの分かってるってことなんで、うん、そうだ、はい、うん、そうするとお付き合いのある銀行だと、はい、お金の有効活用しませんかっていう電話がいきなりかかってきたりとかっていうような、はい、あと当たるでしょ、宝くじ、宝くじでいきなり当たるって、転落してもいいから当たりたいけど3億転落しないとか、なんかその昔ロト6で当てて、なんか無駄遣いするっていう、なんかあの実話を元にしたなんかドラマがあったんですけど、なんか私見たことあるかも、はい、私ないかも、日本のかな、そうです、はい、そうですね、まあとにかくまあお金って結局自分の実力とか知恵に見合わないお金急に持つようになると結局無駄遣いしたりとか、あの簡単に入ってくるお金って簡単にこう使いやすいから、そうだね、なんかね、そういうのをなんか一個失敗してコロコロっていくっていうのも確かにあるかも、はい、そうなんですよね、うん、まあでも一回当たるとかそういう思いしてみたい、じゃあ次のスライドお願いします。はいはい、お金について他に大事なことはということで、まあ賢く使うこと、うんうん、はいはい、ね、もっと得るためにも必要で、減らさないためにも必要で、人生を豊かにするためにも必要、うん、そりゃそうよね、これ本当にそう思う、うんうん、なんかあの特にね、なんだろう、そのみんな貯金に走っちゃうんだけど、うん、いやでも貯金よりもやっぱり、うん、まあ、よく言われてることだけど、うん、自己投資とかね、うんうん、やっぱりその貯金ってだって預けたってもう 0.0001 とかですよね、うんうん、全然増えないけど、うんうん、例えばまあ本を読んだりだとか、うん、なんかそのもっと自分の経験とかを、うん、いろんな経験をして、うん、自分がやっぱその稼ぐ力とか、なんかそういうのにね、やっぱりね、使った方がね、難しいよね、いいと思う、なんかほらすごいさ、うん、セミナーにお金使って、うん、もういいんじゃないそのセミナーって言うけど、それこそね、あのセミナーか豊かにするってよくあるよね、難しいよね、うん、あの何が自分の人生にとって大事で、どこにお金を使うのが有効的かってね、なんかさ勉強好きな人多くない、うん、なんかそのなんか勉強のためにすごいお金使うけど、もう勉強はいいから自分で動いてみたいな人でもさ、すごい勉強にお金使うよね、うん、結構そうそう、あの、うん、いやよくねやりがちね、ノウハウコレクターに、はい、ノウハウコレクターあのね、ミラウサはもういろんな YouTuber 見てね、お金のもう YouTube も超見て、うん、あのいろいろノウハウコレクターだから、そうですね、あのいい話が聞けるかも、うん、
まあね、見てるっていうか、うん、見てる時間もないのね、うん、もう見てる時間ないから、まあ、家事やりながらとか、うん、まあなんかラジオ感覚で聞いてる、うん、でもねやっぱり、ね、聞いてるだけだとみんな同じこと言っててね結構ね、うんうん、流しちゃったりするからね、うん、やっぱりね 何やるにも本でもそうなんだけど、うん、YouTube でもそうだけどやっぱ主体的にっていうかねちゃんと自分で自分から情報を取りに行ってなんかこんな時代がやってくるってさ、うん、いっぱい上がってるけど、うん、なんでわかんのって、うん、なんでわかんのっていうかね、うん、それも嘘じゃないと思うけど、うん、絶対そうとはね言い切れないから、うんうん、やっぱり自分の中でちゃんとしたもの持ってないと、うんうん、ね、なんかあった時に ね人のせいになっちゃうからね。あ、そうそうそう、うん、あ本当でもそうです、そうです。なんかテレビとかも YouTube も、うん、ただそのまま見てると、うん、まあ本当にただこう、うん、何も得るものがないというか、うん、確かに確かにそれはありますね、うんうん、はい、じゃあ次のスライドお願いします。あ、いいね、こういう あの数字。あ、そうね、あ、7つとかね、なんか7つとか5つとか7つの習慣みたいなねそうそうそう、そう、はい、いいよね、うん、いいね。じゃあ、1つ目お金を稼ぐ力、2つ目お金を増やす力、お金を借りる力、あ、今までのね節約する力、うん、税金を少なくする知恵、いいね、うんうん、お金で人生定力するの知恵、お金を賢く使う、まあ今までね今出てきたことですね。税金を少なくする知恵っていいね、これいいね、ね、税金もう日本すごいからね、うん、えげつない税金ですよね、詐欺じゃないかっていうのもわかるんですね。そうそうそう、はい、じゃあ次のスライドお願いします。あ、稼ぐ力だ、うん、それで一つ目からやっていくわけだ。あ、そうですね、うん、はい、うん、稼ぐ力とは自分の時間と価値を売る行為、うん、すごいね。でもそうだよね、うん、本当に今のこの会社員とかさ、うんうんうん、まあ普通にね、うん、これですよね、ほとんどの人が本業でのキャリアアップ、うん、副業を始める、起業する、起業、1馬力で足りない人は2馬力ですよ。まあでもね、でも働きの方多いですよね。そうですよね、うんうんうん、ここですね、本業副業あたりだね。うん、そう、うん、副業がね、うん、今なんか大体みんな副業やってますよね。したいんだけど、うん、いやでも本当ね、これ絶対一つの会社ってどうなるか分かんないから、うん、副業したいなって思うんだけど、うん、私、うん、なんか会社が副業禁止してるんです、うん、されてるんですけど、うんうんうん、なんかそれでもできることってなんかあるんですかね。まあ、副業の禁止がもう本当厳しいのか、もうなんか緩いのか、まあそういうところとかにもよりますし、はい、一応ね、でも相談したんですよ、人事に相談したら、やっぱりでもそういう人って結構いるみたいなんですよね、不動産とか農業をやってる人とか、そういう人はね、なんかね、社長決裁が降りればいいとか、すっごい大事とか思って、でもなんかさ、どっかだっけ、JAL じゃなくてどっかが副業 OK にならなかったっけ。あ、もう結構 OK になってますよ ね、いろんな企業が、はい、うん、なんかダメだったところがね、今もはや副業してくださいって感じですよね。そう、でもそれ、うん、そうだね、給料が減っちゃう代わりに働いてくださいみたいな感じなんだよね。でもさ、急に副業って言ってもほらね、申告の仕方とかね、難しい、難しい、なんかでも副業って言っても、うん、あれですよね、なんかほらやっぱり労働しちゃうと結局消耗してしまうというか、そうじゃなくて、やっぱこう未来につながる、いわゆるその不労収入というか、まあ理想はね、まあ理想はね、あ、うんうん、なんですか、そうなっちゃうんじゃなくて、やっぱりこう何か、ね、こう積み上げていけて、それがこうね、まあね、理想はね、うん、でもほらなんかね、会社に勤めててお休みの時に、うん、何、なんかセミナーやるとか、うん、なんか物を作って売るとか、もう今の時代、インターネット使って、SNS で情報発信したりとか、うんうん、まあ、今やってる仕事の延長でできるなんかノウハウの、うんうん、提供とかも。SNS めっちゃうまいこと使ってる人いますよね。あ、いるいる。いる。そんなことを、うん、なんていうの、そんなことは誰が求めてんのと思うけど、うん、それですごい広まっちゃってて、でもね、そう、すごいビジネス見せてるよね。そうです、そうです、います、います、うんうん、すごいニッチなものでもうまいよね、本当に。そうそう、やっぱりまあそういうところから、うんうん、そういうところで自分で持ってるものが何かあるかっていう棚卸しみたいなのもまあ大事かなっていう、棚卸しね、意外となんか私特技がないんですっていうような人も結構いるけど、いや、うんうん、ありますよっていう風な、そう、でもね、本当、はい、そうみたい、なんか私もなんかこうないなって思ったんですけど、うん、いや、イラウサちゃんが持ってるものはね、欲しくなるとか、はい、いや全然別に私セールス、本当にでもね、セールスしてるわけじゃないんだけど、うん、割と結構買っちゃうんですよ、私が持っててこれいいよって言ってると買ってくれたりとか、そう、だからきっとなんかね、そういう、はい、うん、
ね、力があるのかもしれない私に最近私にそういう力がある。いやいや、でも、でもそう、ね、なんかほら人に言われて気づいたっていうか、ちょっと何か例えば折り紙がうまいとかでもね、うん、それを SNS に上げて、うんうん、海外ですごいバズるとかね、うんうん、そういうの可能性もあるじゃないですか、うん、でなんかこんなの人に教えてもと思ってもその SNS で一旦発信してみてね、うん、ね、何が取るか分かんないし、はい、家から出れない人なんかはね本当にそういうのでやってる方、私のお友達でも何人もいますけど、うんうん、あの3番目 の、 あの起業をする、あ、うん、起業ってさどういうこと、まあ、昔だと、うん、あのもう店舗のビジネスとかっていうのが多かったと思うんですけど、うんうんうん、もう今インターネット使って元でかからないでできるみたいな、うんうん、あ、広告費とかがねもうかかんないし、はい、あれでしょ、うん、個人事業主も起業っていう感じでいいですかね。もうそうなんですよね、うんうん、だからなんかみんなやってるよね、個人事業主っていうレベルで言ったらね、そうだね、みんなやってるよね、うんうん、まあそんな大それたことじゃなくても、例えばまあもっと簡単なレベルで言うと、うんうん、もう自分が持ってるもう使わない不要品を、うん、あのヤフーからメルカリで売るっていう、やってるメルカリ、うちの子供もあのちょっとつい最近始めたんですよ、はい、メルカリ、それがメルカリです、ね、それもそれで出て収入は一応個人事業主ってことで、あ、でもまあ、たまたま一回こっきりとかだと別に事業扱いしなくて、もう別に税金とかそんな気にしなくていいんですけど、まあ継続的にそういうあの不要品売るとか中古品を売るみたいなものだったら、もうそれも立派な事業ですし、いやいや、でもね、それももうね、なんかあの結構でも時間取られるっていうかね、まあ、まあ、売らなきゃいけない、そりゃそうよ、だって、はい、でもまあまあまあ、でもそうですね、うん、はい、うん、確かにメルカリはそうだね、うん、そうでも意外と、うん、そうするとメールでのその写真撮って出品する手続きだったり、うん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 、あとその取引が、あ、値段いくらにしようかって相場チェックしたりとか、そうですね、あとなんか取引が成立した時に相手とやり取りするっていうこととか、商品発送するとか、うんうんうん、そういうところが一通りなんかインターネットの通販みたいなことを一通り学べるっていう、うんうん、なるほど、ありますので、いやでも本当に能力が突然、はい、あの開花する主婦とかいますもんね、 うわって思う人ね、うん、はい、じゃあ次のスライドお願いします、うん、はい、はい、お金を借りる力、出た ね、 ね、さっきの言ったよ ね、 さっきのだね、自分の信用を売る行為、信用だ ね、 ね、 融資ね、さっきの、あとクラウドファンディングも多いよね、うん、うん、賢く借りると稼ぐ力や増やす力も増幅できる、結構クラウドファンディングなんか、まあコロナで結構なんかそのお店できなくなったとかっていうお店、うんうんうん、あのところが結構あったと思うんですよ、私もね、何件かやりましたよ、うんうん、今年入ってから、私は去年やった、うんうん、え、誰か応援する、あ、そうそう、あ、自分じゃないよ、はい、私は、あ、そう、去年参加した、私はやった、あ、お金を出した方、出した方、出した方、はいはい、私も出した方、やってないやつ、うんうん、そんな私信用ないもん、こんなね、まあ、まあ、最近はね、はい、まあそうだね、あの代表的なことで言うとね、こうお店を応援してくださいとかね、はい、そういうのであげて、はいはい、私もあの知り合いのお店とか、うんうん、あと何かを立ち上げたとか、うん、あと何だっけな、何件かやりましたよ、クラウドファンディング、逆に結構、うん、結構、え、そんなことっていうのでもクラウドファンディングやって、うん、なんか普通に自分の夢を叶えるクラウドファンディングみたいなね、うん、自分でそのぐらい貯めたらっていうのもあるけど、だけどそれでさ、うん、よし、うん、出してあげようっていうぐらい、やっぱり熱いその熱量でね、うん、あの熱量があって、はい、なんかその説明してお金が集められるってすごいなって思います、うん、だから力でしょ、借りるね、うん、力、人から正確にはまあ返さなくていいのかもしれないけど、まあまあね、まあでもクラウドファンディングもまあリターンって形はありますからね、一応、いやいやいや、はい、でも新しい形で、ちょっと前まではなんかあんまり聞いたことないのがね、今はもう普通ですよね、本当にこれもよく聞くお金です、お金というかね、名前ですよね、次お願いします、はい、増やす力、いいですね、お金に働いて、いいですね、働いてもらう、いやこれですよ、これやっぱりね、これですか、ここで、ね、私たちのメイン、ここだ、ね、そうなんです、だって副業できないからやっぱりお金にね、はい、働いてもらわないとね、はいはいはい、そうですよね、やっぱりまあ、そうです、そうです、うん、そうですね、私もやっぱりその、ここをちょっと膨らませたい、ここです、ここです、ここ、
もともと機関投資家いたんですけど、うんうん、やっぱまあ個人投資家の世界でなんかお金稼いでなんとか辞めたいなみたいなのが、うんまあ、そのまあちょっと仕事を辞める、うんうん、ちょっとまあ仕事のモチベーションがちょっと落ちてた時があって、うんうん、まあそれでそうですね、まあ当時はい、まあ、あの年金の運用とかやってたんですけど、うんうん、いやそれよりももうちょっと自分の個人的な株の投資の方が興味あるみたいな、うん、はい、株って頭良くなきゃできない、いや頭良くなかったというか、やってて、ね、なんか、うん、なんていうのね、うん、まああのトライアンドエラーだけど、うん、もうすごいね、うん、失敗してる人とかいっぱい見て、ね、エラーエラーエラーみたいな、エラーエラー、でも、うん、はい、それもいいの、はい、エラーもね、そうそう、まあ、もう僕もエラーばっかり、いや結構、でもまあでもね、はい、続けるあのメンタルがね強くなるよね、はい、なるなるもうね、うん、いやいや本当に、いや私たちもね、まあ地味に ね、あの投資家なん で、いろんな投資してますけど、してますしてます、もう教えてもらっているよね。もうね、まあ、最終的には ね、自己責任でやってますけどね。自己責任だけどね。まあ本当に、うん、でもあの全然やっぱりね、うんうん。まあ投資っていうのは、ね、どういうことですか？あ、まあちょっとこれ分けちゃったんですけど、うん、まあ投資トレードっていうふうに分けたんですけど、うん、まあ投資はまあ長い目で見る、うん、あのものってちょっと見てもらって、うん、まあ、トレードはまあ短い期間でやるものっていう感じのイメージでちょっと分けたぐらいで、まあ、要するにこう長く10年とか15年とか20年とかやっていう商品と、はい、まあ、すぐに結果が出るっていう、はい、まあ、ハイリスクハイリターンみたいな、ね、ちょっと微妙に違うんですけど、まあ、はい、短い時間で、うんうん、お金をガチャガチャ動かしながら、うんうん、利ざや稼ぐっていうやり方と、うんうんうん、まあ投資ってまあ別に株式とかだけじゃなくて、うん、まあそれこそ実際のお店に投資しますとかみたいな、うんうんうん、この人に投資しますみたいなのもあって、うんうんうん、まあそういうのって結局長いじゃないですか、うんうん、事業の成果っていう形になるんで、うんうん、まあそういうところの視点で見るか、うん、まあ値動きだけで利ざやを稼ぐかっていう、まあちょっとその違いですね。どっちだろうな、両方やってんなですね、そうですね、はい、うん、あ、両方やってもいいと思うんですけどね、両方必要よね、やっぱりそのこうコツコツ、うん、なんていうの、知らない間にコツコツやってるみたいなのもやっぱり何本か持ってた方がいいし、はい、とはいえね、自分のその考えで値動き見るっていうのも楽しいし、あの、うん、これをやるには勉強しなきゃできないんですよ、うん、ね、うん、だから結局はそういうお金の流れとか経済のことを勉強しないとトレードってできないから、そういう経済の流れを勉強するっていう意味では、勉強したらこれ来るんじゃないかなって思えばやりたくなるよね。うん、ほら、最初に何を選ぶかで後の人生を決めることにもなる。そうなんですよ、ね、これって何っていうのは商品のことですか？あ、商品だったりやり方だったり、あとはなんかどの先生につくかとかみたいなのとか、どの本をどの本を最初に手にして読むかとかっていう、こういうところで結構地味に変わりますね。だだっけ、株をほらやるなら100冊ぐらいは本をみんな読んで、うんうん、それでやるとかね、よく言う人いる。あ、まあ、正確には実際にやりながらどん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 読んでってるっていう感じなんでしょうけど、はい、まあ、でもやっぱり最初に手にする本とか、うん、まあ、誰に教わるかとかで全然やっぱり変わってくると思いますので、私あの何でもあの初めてのなんとかみたいなのよく手にするね、最初の、あ、最初の基本、初めての人がとか何とかでも分かるとかね、うん、あのそういうのか、あとなんか私の知り合いでもね、アニメから入る人とかいますね、なんか漫画で解説とかね、はい、うん、分かりやすいよね、分かりやすいのが今いっぱい出てますからね、うん、でももう昔と違ってだいぶ、うん、あのまあ、あの手にしたい情報が分かってたら、うん、いい環境だとは思いますね、うん、でもなんか今 YouTube とかね、すごい簡単に教えてくれるとことかあるから、うん、逆に振り回されるけどね、そういうのをやっぱり、やっぱ自分の見る目もね、うん、やっぱ、はい、自分のだから、ね、審美眼というか、やっぱりそれもやっぱりね、はい、鍛えないといけないなって思いますね、はい、情報が逆に増えすぎてるんで、はい、そうなんだよ、そうですよ ね、本当にそう、選べないっていうね、何を得るかよりも何を捨てるかが難しい時代ですけど、じゃあ次のスライドお願いします、はい、節約をする知恵、うん、今度さっき、うん、増やすとか、まあ、攻めの方じゃなくて守りの方ですね、うん、はい、これね、あ、こ
これでもね聞く、なんか1000万あるのに、うんうん、貯金ができないとか、何言ってんのって思う。 え、貯金ができない？1000万稼いでるのに、うん、なんかね貯金ができないんですよとか、使ってるんでしょうね、うん、きっとそれ以上になんか、はい、いっぱい使っちゃって、はい、いやもったいないって、はい、思いますけどね。まあね、確かにね、それ以上使うと意味がないんで、うんうんうん、家計の見直し、無理に節約をしすぎると疲れる人生になると、お金持ちほどしいとか。そうですね、でも絶対そう、すごいお金持ちってさ、うん、あのお金持ちって分かんないような格好で歩いてるよね、はい、あの普通の格好して。でもねこれねちょっと分かる、節約しすぎると疲れるけど、 ある程度節約とも思ってないんだよね多分ね、そんなに、うん、でも私も結構ここ結構好きなんですよ、好きなんだけど、うん、なんか別にね、あの、まあ、しすぎると疲れちゃうけど、意外とそのなんて言うんだろうね、楽しくできるというかね、うん、あのでお金持ちほど質素な生活って確かにこれは本当にそうだと思いますね。だってあのなんかテレビで言ってすごいお金持ちとお金のない人って見た目が一緒っていう、うん、すごいお金がある人は別にもう服とかこだわらないでジャージで歩いてたり、うん、お金がないんじゃなくって、うん、もうそういうものとか全然なんていうか買おうと思えばいつでも買えるから、うん、欲しいと思わない、なんか着やすいとか動きやすいとか、あったかいとかで選んじゃって、そうそうそう、そう見た目がだからあの神なんだよね。なんか特になんか今これ本当すごい SNS やってと、あ、やっててというかその SNS 時代で思うんだけど、結構なんかみんな見栄のためにお金使っちゃってんじゃないかなってすごく思って、うん、まあね、だからちょっとね、大事だけどね、うん、大事なんだ、なんかねそれが私はもったいないなってすごいやっぱり思うというか、ビジネスを実際にやってる人と投資家っていうのがですね、うん、結構違ってですね、私なんかどっちかというと投資家寄りだったんで、もうあのダサい服だったりとか、あの、ね、いやダサいっていうか普通のなんかね、はい、私それ結構好きっていうか、なんか、はい、逆になんかその全部ブランドですよみたいな方が、うん、まあもちろんそういうね仕事の人はまあそうですね、まあ信用売るとかっていうような下の人とかを、はい、ほらね、ネットワークとかで頑張ってもらう人はさ、例えばすごい時計をしてさ、ああいう時計をできるような人になりたいなってこう憧れさせて仕事を頑張るって、うん、そうやって見せることも仕事のうちとかいう人、うんうん、まあねだけど、まあ、全然それがもう幸せだったらいいと思う、自分がもう私こんなキラキラしたのが好きなんですだったらいいんだけど、ちょっとなんかそのね、あの少しね、だからその良くも悪くもちょっと今の時代がね、はい、うん、なかなか節約もしにくくなっちゃってるのかなっていうところはちょっと感じましたね、うん、はい、うん、じゃあ、そこでですね、ちょっとスライドの途中で次のスライドお願いします。じゃあ来た、ヤウサの節約コーナ ー、 あー、まあね、あのね、はい、まあこんなね、うん、っていうほどのものでもないんですよ、うんうんうん、本当ね、うん、はい、あのあれこれは、うんうんうん、そう、はい、あれ写真が出てくるのかな、じゃあ、うん、じゃあお願いします。はい、次の写真ありますかね。あ、これ何、これこれは何ですか、僕は何ですかって感じだよね、これ本当ね、うん、こんな生放送でこれ何って感じなんだけど、あ、これね、うんうん、ウェットティッシュの使いかけというか使い終わり、使い終わり、あ、なんて言ったのかな、うん、今コロナで、うん、もう結構その携帯とか、うんうんうん、まあ、iPad とか、まあ、いろんなものをこう含んだけど、うんうんうん、すごい使いません、これ、このウェットティッシュとか、ウェットティッシュね、うんうん、でなんか一回で捨てちゃうのもったいないから、これを再利用してるっていうね、え、ね、地味っていうか、写真が綺麗だあ、でしょ、そうでしょ、なんか、ね、じゃあ次の写真あ、これはね結構ね、うん、便利、これね女性の人に特に、あ、これ、ね、綿棒なんだけど、うん、半分に割るんですよ、はい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 、なんかこれ一個だけ、あの片方だけ使う時ってあるじゃないですか、確かに確かに、特にね女性とかだとこう、あのなんかアイラインがついちゃったとか、あ、そう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 、なんかね、あと入れ物がいいんじゃない、うん、あ、これはねなんかロフトとかで多分ね4個ねセットで売ってましたよ、もう10年前、あ、持ってる、あ、うん、持ってる持ってる、うん、あの1個は持ってるよ、うん、そう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 、なんかねこれでお薬も入ったりとか、うん、うん、便利、でもこれ本当もう10年以上使ってますね、うん、え、そんなに、そう、結構、ね、うん、あとつけまとかも入るよ、便利です、はい、あ、これもね、え、これはまあね、あの、そうそう、IKEA でね、あの年に1回ちょっと IKEA に行く機会がありまして、まあ年に1回そう人間ドックの時にね行ってくるんだけれども、突っ込みたいことがいっぱいある、そう、これはね、あの、まあ、ペーパーナプキンなんですよね、うんうんうん、で皆さんご飯食べた時に、うん、こう口を拭く時って、うんうんうん、なんかティッシュとか1枚使うのもったいなくないですか、あ、私だけあ、みんな、どうしてるんだ、なんか私今までこうなんかもったいないなってすごい思ってるから、可愛いのはなんかもったいないかも、
あ、本当に。でもこれ、ね、8分の1とかかな、うんうん、あのかなり小さく切ってるんですよ、カットして、ね、うんうんうん、そうするといつもこのイラはちっちゃいあのバッグに、うん、もうこの中にもねこう入れられて、うん、そう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 、あ、忘れちゃった、あとマスクそう、でもこの中にねこう入れて、確かにちょっとした、ちょっとしたでね、なんか最近あのうち社員食堂とかも なんかわかんないんだけど、うん、置いてない時もあって、コロナなのか、うん、触っちゃうからなのか、なんかね置かれてない時あって、うん、なんかくださいっていうのもちょっとあれなんで、持って歩いてると、うん、しかもなんかその本当にその口がちょうどこう収まるぐらいで、うん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 、でもなんかちょっと出てきて、ね、ティッシュよりこういう方が可愛いかも。あ、そうでしょ、これお菓子配る時もいいんだよ、うんうん、そうそうそう、お菓子配る、そういうっぽいよね、そうでしょ、そう、ね、そうなのよ、うん、そうそうそう、でもなんかちょっと女子っぽいね、なんか女子力ある感じで、まあ、そうかな、うん、でもなんか思ったんですけど、はい、なんかやっぱりこうやって、うん、あの、うん、好きで節約をするって楽しんでやるっていうようなのができる方、うん、結構いいですよね、うんうんうん、はい、いや私も絶対水筒だし、うん、みたいな、なんかね、はい、あ、 ATM 絶対下ろさないし、ああの私も群馬さんと同じ銀行員だって、ね、うん、で1回だけ人生でやっぱり金融、ね、はい、うん、元銀行員なんですけど、うん、はい、やっぱりねその ATM の手数料とかも絶対払わない、銀行の人ってとにかく手数料とか利子とか嫌いですよね、うんうん、嫌い、絶対一括払い、え、だってなんでさ、うん、なんで自分の預金を下ろすのにお金かかるのっていうね、はい、まあでもそこでもちろん稼いでる、うんうん、っていうのがね、はい、あります。ということで、はい、こういったあの、まあ、リアルな節約をお送りするコーナーがあのちょいちょいあるんで、それをね入れていこうと思ってます。はい、じゃあ次のスライドお願いします。出た、お、税金を少なくする知恵、ね、税金のことを知らない人が多すぎる、はい、はい、節約しながら貯蓄する、はい、あ、節税だね、節税しながら投資する、うん、節税に意識が行き過ぎると人生が縮小する、お金持ちは税金のことを、まあ、まあ節税した方がいいですね、うん、そうですね、節税に意識しな、うん、最後3番目がちょっと、うん、3番目、そうね、あ、まあでも上から知らない人が多すぎるっていうのはすごいわかる、うん、だって家計とかやってないでね、なんかほらご主人からね、うん、お金をもらうとかお給料だって全部ね引かれて手元に来るから、まあ、例えばなんか政治の世界とかでよく言われてるのが、うん、なんかもう税金の無駄遣いだとか、うん、まあそういうような話とか、うんうん、まあそれが、はい、それはまあちょっと正しいはあの理解ではないところもあるんですけど、うんうん、まあでもそれを言ってる割にはですよ、うん、例えば自分が働いてるところからお給料をもらいますと、うんうんうん、でその時にじゃあ、自分の給料からどんな形で税金が引かれてるかっていうのを、うん、知ってるかって言われると、うんうん、もう知らない人が多いですね。だから、まあ、国税庁のホームページとかには源泉徴収の話とかちゃんと載ってるんだけど、まあ、そういうところの見方知らないとか、うんはい、いっぱいいると思う、多すぎる、なんかね分かりにくくしてないわざとみたいなね、あ、それはありますでしょ、はい、なんかもう本当そうなんですよ、はい、なんかね、うん、でも、まあ、まあめっちゃ引かれてるなって 2,3 割ぐらい引かれてるなみたいな感じ、はい、節税しながら貯蓄するあっていうのは、あ、節税しながら、そうです、まあ、これはまあ勤め人にもそうですし、うんうん、あとまあ自営業やってる方もそうなんですけど、まあ、国が認めた制度の中で損金として落とせるよとかっていう形で、うん、まあ、税金を減らし、まあ、所得税とか住民税とか、うんうん、を減らし、まあ、事業だとまあ法人税なんですけど、はいはい、まあ、その辺を税金減らしながら、うん、まあ、貯金にすることができるっていうような仕組みがあったり、え、それ、ね、教えてくれるコーナーあるんですか、今後、あ、これそうですね、3回目ぐらいに確 か, かい、はい、用意してたと思いますけど、ね、じゃあそれも一緒ですよね、節税しながら投資するっていうのも同じですね、節税したものを どうするかってことですね、っていう話です ね, ね、はい、これ楽しみだ、はい、うんうん、でまあ最後のこれですよね、なんか、まあ、節税に意識が意識するしすぎる、あ、そうそう、ると人生し、まあこれ結局もっぱら事業をやってる人向けなんですけど、例えばまあ、うん、税金少なくするってことで、うんうんうん、売り上げ上げるっていうよりも税金少なくするっていう方に意識が向きすぎて、うん、事業拡大するっていう思考がなくて、うん、ね、はい、なんか自利品になっちゃってっていうような、難しいよね、
まあ確かにお金持ちっていうか、なんかちゃんとしてる人って税金のことを熟知してるっていうか、あのちゃんと帳簿もこう末端のことまで自分でチェックしてから経理に任せるし、その辺いい加減にしてない人多いですよね、お金持ちの人って。だからなんかお金に失敗する人って、ほらそういうのはあいつに任せてるからみたいに、なんかなんていうの、人に丸投げしちゃってる人って結局知らない間にそこがなんかおかしなことになっても気づかないみたいな、まあ、本当に大きな事業やってたらもう役割分担でやれちゃうんでしょうけど、自分の目が届く範囲だったらぐらいの規模だったらやっぱりまあ自分で知ってるに越したことはないですからね。はい、じゃあ次のスライドお願いします。お金で人生転落しないための知恵、自分の実力に見合わないとお金は逃げていく。おお、さっきのね、さっきの話とかね、事業で終わったり、投資で終わったり、急にお金が入ってきたことも想定する。そうね、さっきね、なんか入ってきてほしいなってそれでも思っちゃうからね。思っちゃうけどね。まあこれはあれでしょ。あのまあ。もし入ってきたらよね、もしよくよくない、宝くじ当たったら何に使うみたいな会話ってあるあるあるじゃん、その心構えついた方がいいってこと。そう、ね、まあそうですね、あとはまあ宝くじ買わない人とかでも、例えばまあなんか自分がやってる事業とかでなんかいきなり当たって、売り上げが例えばまあいきなり何億とかっていう風な形でできてくるとですね、そうすると税金って結構意地悪なところがあって、その累進課税制度っていう風になってて、ね、ひどいよね、所得が増えると税率が上がるっていうような仕組みになってたりとかするので、うっかり、まあ、事業うまくいったのはいいんだけど、使っちゃうと税金払えない、払えないとか、あとで資金繰りが大変になったりとか、はい、でもさ、自分で事業してさ、当たったらさ、めっちゃ天才って思うじゃん。私例えばなんか本当だってさ、例えば私がなんか、なんかぬいぐるみを作ってさ、そしてそれがすごい売れちゃってさ、なんかたまごっちみたいにさ売れちゃったらさ、なんかもうこれが一生続くかなって思っちゃわない、うん、思わないな。いやすごいって思っちゃう。いやそうだね、でもね、当たったことないけど、当たったらそう思うのかな、なんかちょっとビビっちゃうかも。宝くじとかはとはいえほら運だなって思うけど、事業に関してはさ、自分の実力で当てたって思うじゃん、自分の勘がいいから当てられたって思うからさ、また自分の勘に従ってやれば成功するって思っちゃうじゃない。そう、たまごじゃない、パンダッチ。あ、いいじゃん、パンダッチかわいい。パンダッチね、そうそう、私はパンダッチね。いいじゃん、いいじゃん。いいじゃんじゃないよ。いやいやいや、2周回って流行るかもしれない、流行るかもしれないよ。まあでもいいの、なんかこれはさ、なんかそう、お金が入ってきた時に相談する人とか、例えば自分より先に成功してる人とか、そういう人が近くにいるといいよね。そうですね、あとなんか、まあ、私はちょっとやってないんですけど、不動産の投資とかで規模をどん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 大きくしていくとですね、そうすると税金のかかり方と税金がのことちゃんと知ってないとですね、資金繰りがですね、行き詰まっちゃったりとかですね、まあ、そういうのも出てくるので、そうだね、なんか私もさ、知ってる人でさ、あの人何億もやってんだよとかさ、海外のどっかとね契約してすごいんだよって言うけど、いろいろ聞くと結局なんか全然お金持ってなくて、すごいヒーヒーしてる人とかさ、いるんでね、よくよく聞くとね、はい、そうなんですよね、なんか何億動かしてますって言ってもね、怪しい人いるよね。はい、やっぱりまあ税金で大変なことになってるっていうことってありますし、だってほらそれこそさ、仮想通貨とかもさ、送り人になったけど税金が大変でなんて、しかもその、ね、その翌年に例えば、投資の場合なんかだと、暴落したからね、下がって損しても前の年に払った税金戻ってこないんで、それがね、はい、それ仮想通貨の場合、仮想通貨の株もそうなんですけど、はい、だから、まあ、投資で例えば一気に、まあ、なんかいい銘柄当てて一気にガーッと増やして、そこで、まあ、例えば利益確定ってやって税金払ったけど、その後下が投資でうまくいかなくて損をしてもですよ、そうすると前の
年に払った税金とか戻ってこないんですよね、うんうん、これもやっぱり知っとかないと、うん、あの大変なことになるんで。じゃあさ、利確したら1年ぐらい持ってたらいいの？それ利確して持ってる、まあ、利確してもまあ投資活動ってやっぱ続けるんですけど、 その次の年になんか、うんうん、うっかり損しちゃったりとかすると、はい、まあ私もやったことあるんで、もうすごい痛感してます、ね。そうかそうか、一回失敗しなきゃダメなのかな。いや結構やっぱりですね、やっちゃってから気づくっていうことがあるんで、もしそうですね、もう、まあ、別に今大したお金持ってないよとか、まだ事業の規模ちっちゃいよと思ってても、まあこうなった時のことも想定しとくっていうところも、まあ大事かなとは思います、うん。じゃあ最後のスライドお願いします。はいはい、そういやそうですね、これですよ、使うこと、もっと得るためにもお金も必要、減らさないためにも必要、人生を豊かにするためにも必要、日々の生活やその場の贅沢のためだけで使わないただし墓場までは持っていけな い、 いもうこれね、うん、これが私一番もう言いたいというか、これ本当に大事だなって思いますうんうん、うん、だってどうすんの、うん、どんどん今なんかみんな貯金ばっかりしてるけど、お金貯めて死ぬ時に一番金持ちになってたらさ、うん、でもやっぱりね、お金のためだけに行きたくないよね、まあ、今はっていうかね、まあ、ちょっとこうね、自制的なものもあるけどね、うんうんうん、でも本当ね、なんかあの結構ねちょっと暗い話になっちゃうけど、やっぱり割ともう同僚とかね、友達とかだんだんこう亡くなって、やっぱり死に目とかに会っていくと、うんうん、本当にね、ちょっとね、いつ死んじゃうかって分かんないなって思って、それはそうよ ね、うんうん、だからもっとね、やっぱりその豊かにするにも必要だし、楽しんだりとか、ね、うん、残しすぎてもだから使わないっていうのも悲しいし、うん、でもすっからかんってわけにもいかないしっていう ね、 そう、本当にだから知識がないと無理ってことよね。賢くは難しい、うん、でもそう、私もこう、ね、お金が大事なんて、まあなんとなくはね、誰でも思ってることですけど、うんうん、私ももうここ何年かね、いろいろやっちゃ失敗し、失敗しちゃ成功しっていうのをね、うんうん、やっぱね、失敗せずにやるっていうのはなかなか難しいですからね、いきなり大きなことやる前にちょっとずついろんなことを考えてね、うん、あのうまくお金とお付き合いしていくっていうのは大事じゃないかなって思いますけど、うん、まあ今日はね、あの、まあ、これからどんなことをやっていくかっていう概要を、うん、ですけど、うん、来月は、うん、ね、もう時間なんで、来月の第4週目ですね、1月26日に第2回ということで、なんかさっき出てたよね、 あったね、節約だっけ。第2回目は最初のスライドですかね、最初のスライド、あ、これじゃない、ね、そうだ、節約する知恵の話、あれイラスライドのところだね、イラウサスライド、そうだね、節約の話、知恵って、例えばまあほらさっきの あれかな、税金を節約するとかそういうことじゃなくて、日々の生活の節約、うん、そうですね、うんうんうん、こっちはまあどちらかというと家計の見直しとかの方の話になるんで、うんうん、まあ税金の話はその次の、その次か、はい、はい、うん、まずね、まあ、節約なんてさ得意な人いっぱいいるんじゃない、うん、うん、そうだね、うん、うん、節約は結構私苦手だもん、節約あんましたことない、まあ、パンダさんはどうですかね、うん、しなくてもあのね、したことないのもあるんだけど、あんまり無駄なことに興味もないから、うん、どうなんだろうね、節約って言ってもね、ぼーっとしちゃうね、そうね、うん、まあ、でも、あ、じゃあ次回はそれ、ね、出ますね、ありがとうございます、来ました来ました、はい、うん、あ、その次ですね、税金を少なくする知恵、うんうん、はいはい、3回目ですもんね、節約する知恵の話ですね、うん、まあ、ちょっと多分いい節約なんかのね話も知ってる方とかがいたらね、あの教えてもらってね、そんな話もご紹介できたらなと思いますけど、うん、やっぱコロナ禍だとさ、うん、私すごいさ稼ぐ力とかさ、うんうん、投資の話とかさ、うん、そっちが気になってしょうがないから、うん、そうだね、早く行かないかなって、うん、早くそうだね、なんで節約なんか地味じゃんそう地味なんだけどね、大事なんだよね、やっぱそう地味を制しないとやっぱ、ね、あのほらそうよくさ、あのお金がないのにさスタバに行く人がさあれ、ね、スタバはあの心の、うん、心のなんだっけ、うん、癒しだから、その500円のコーヒーでも別にいいっていう人いるんだけど、うん、私お金がないならね
タバじゃなくてもいいじゃんって心の中で思うんだけどね。ドトールでね。そういう人にね。でかな。そう、その100円を節約しろよって思うけど。水筒でいいじゃんみたいな。そうそうそう。うん、はい、でもまあその人にはね必要なお金かもしれないですけど ね、 まあ、まずは、出口を押さえてそこから、ね、はい、入り口ってことですよね、はい、うん、ということで今日はね概要で終わりましたけどどうですかね、ワクワクする話にしていけたらと思いますよ、うん、私も ね、 あのグンマーさんの話でね、あのいろいろなんか楽しくなってきたとこなんで、うん、来週からもね楽しみにしていただけたらと思います。来週なんかウサギいいな、うん、ウサギじゃ黒、たまにはウサギどうしよう、私のこのパンダのポリシーを、あでもそうだねパンダ、うん、でもあれなんじゃ洋服なんですよ今日は、はい、いいと思います、はい、そう、あの初めてお洋服です、今まではね、あそうだね、はい、うん、お着物でね、うん、でもちょっとお金の話なんでよくわかんないけどちょっと、うん、あのちょっと雰囲気をね変えて、あの着物、あの洋服でねやっていこうと、もうこの群馬ね、はい、どうしても群馬を主張しなきゃいけないっていう、可愛いね、でもね似合ってる、ありがとうございます、はい、はい、じゃあもうそろそろ時間になりました、はい、来月火曜日第4週8時から8時50分、お金ん、パンダのお金なんかしないけど、なんだっけ、お金のレッスンじゃなかった、はい、はい、お金のレッスンお楽しみに。バイバイ、ありがとうございます。